さっき言ったジャック・ミラーが本当に変えたっていうので、ちょっとまだ急になるのかなっていうふうに思いましたね。はい、さあ上空のヘリコプターの映像でもヘリコプターが今下をですね映し出している。カメラには雨粒が確実に当たっています。そしてピットではですね、そのブラックティングバックに備えまして皆さん、はい、全チーム、今スタンバイを整えていますので、マシンを整えています。レッドタイヤを履かせたマシーンですね。各チーム、いつ入ってきてもいいようにですね、メカニックたちは今か今かと待ってます。これライダーとしては今もうこの時点でスターティングリングを並ぶことなくバイクをチェンジする可能性もしているので、あるんです。そのためにですね、はい、スタートの向こう側にグリップ組み方があるんですよ。はい、この人たちもそうです。なのでこれで入ってくる選手もしかしたらいるかもしれない。さあ今スターティンググリッドにはほぼ全車が戻ってきましたね。あーグリッドには入りますよ。ない。さあ皆さんお待たせいたしました。いよいよ24周年年に一度の世界選手権 MotoGP の決着です。最高峰のレースが間もなくスタートになります。フロントローのグリッド、今オルゲマルティンのグリッドロックオン、そして2列目もグリッド止まりました。3列目、4列目と思った5列目、そして6列目、若干ちょっと前に出過ぎたマシンがありますが、7列目までグリッド整った。されています。さあそして今スタートに遅れました。テンポが今バニャイアが、リカバリーしています。3番手に上がるか、3番手に上がりそう。アレイシー・スパルガロを捉えまして3番手、4番手にアレイシー、現在2番手にはジャック・ミラーということになります。現在先頭からは、今これでマルティン、そしてミラー、バニャイア、さあここで2位が入れ替わるか。ヘアピンもちょっとブレーキング、かなりこれは神経を使います。さあそして今ダウンヒルストレートに入ってきました。いや差がつかないですね、差がつかないです。まだちょっとタイヤのグリップ感も確かめながら差がつかないですね。これね、これやっぱり前になかなか出れないんですよ。あーそして出ました、ジャックミラー、ジャックミラー先頭に踊り出た。ビバミラー来た。そして今ペッコが2番手になった、ペッコ2番手になった。そしてバルティがこれ入ってきました。さあ一斉にピットだ、ピットだ、ピットに流れ込んでくる。2台、3台、4台、5台バスレイアウト、上位陣はほぼ全てピットに入ってきました。
前にフリーターさんですね。今日はもうフリーターに出てくるんですけど、いやー、お先にしてくれたとは、フリーターに出てくるんですけど、本当に待ちましょうね。1分間で2周いたします。撮影されている方はですね、2周な